最初の挨拶が定まっていない小倉です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日お作りしますカクテルはチャーリーチャップリンというカクテルです。イギリスの有名な喜劇王チャーリーチャップリンさんにちなんだカクテルになります。使う材料はこちらのスロージン、スモモのリキュールと、あとアプリコットですね、アンズのリキュールと、あと、カクテルのレシピだとレモンジュースが多いんですけど、当店ではライムジュースを使ってお作りしています。分量としては一応 20ml ずつ等量で入れていく形になりますが、セカンド店のレシピだと 24ml、24ml、12ml でお作りしています。それではやっていきましょう。チャーリーチャップリンです。